こんにちは、コスケです。北海道もだいぶ暖かくなり、冬の終わりが近づいてきました。今日は天気もいいので、オロロンラインを通ってノシャップ岬で夕日を見て、ちょっと日本本土最北端まで向かってみようと思います。今回もパンちゃんと一緒に行ってきます。今日の外気温ですが、マイナス4度ですね。あったかい。早朝でこの気温だと、あったかいですね。さあ、では、オロロンラインに向かって、そこを北上して、日本本土最北端、行きましょうか。今日、全道的に晴れるみたいなので、多分ずっと気持ちいいドライブができると思うんですよね。春のオロロンラインドライブですね。ここから見えるのが日本海ですね。いやー気持ちいい天気もいいので日本海がすっきり見えます。春だね。冬だと真っ白ですからね、この辺。ちなみに今日日曜日なので、道の駅とかも営業しているところ結構増えてきてるんじゃないかなと、3月入ったしね思うんですよね。今日こそタコザンギ食べれるといいな。おー、海が青いね。しかも今日波も穏やかで最高じゃないですか最高ですよ。あ、せっかくなんで、いつも僕が車止めてるところに今日も車を止めて日本海見てみましょうか。ここだね。いやー、春の近づく日本海気持ちいいですね。思ったよりも波はありますが、ただ天気は良く、ドライブにはいい天候じゃないかと思います。さあ、では行きましょうか。稚内まではまだ200キロ以上あります。今増毛市街地に入りましたが、雪少ないね。これだけ少ないってことは、今年多分降雪量少なかったんでしょうね。ではちょっと増毛駅によってタコザンギあるか見ていきましょうか。あったら食べたいね。さあ、久々の増毛駅でございます。タコザンギはあるかな。お、営業してますよ。いやー、やったねタコザンギ買えましたよ。今日から営業かな、3月からですかね。冬は営業してないんですが、じゃあ久々にいただきましょうか。では久々のタコザンギいただきましょう。揚げたてでございます。うーん、おいしい。まずタコが柔らかいですよね。で、中まで味が染みてて、外側はサクサク。このマッシュケーキのタコザンギ、美味しいです。うん。美味しい。この後は一気に日本海を北上して、ノシャップ岬目指しましょうか。パチャキップしたしょ。だいたいノシャップ岬まではここから3時間ぐらい、200キロとなっています。いや、でも半年ぶりにタコザンギ食べた気がするね。僕大好物なのでちょこちょこ食べに行きたいですよね。今日ちょっと風強いのかもしれないね。海も白波立ってますし、風力発電も増えてきましたが、結構な勢いで回ってますもんね。
ただ思ったよりも雪は少なく、道はほぼドライ路面となっています。もう稚内まではあと60キロぐらいのところまで来たんですが、ここからは利尻、礼文、サロベツ、国立公園、めちゃくちゃ気持ちのいいルートでございます。いやー、オロロンラインはこの何もない感じがいいですよね。でここまっすぐ走るともうちょっと先に車止めて海見られる場所があるので、そこでちょっと休憩してから稚内向かいましょうか。確かこの辺に休憩できる場所があった気が、あったここだね。工事してるのかな、入れそうなんで行ってみましょうか。どうした。ここから日本海が見えます。浜湯内ピクニックサイトエリアマップ。いやー風強いね。しかしこの辺風力発電たくさん作る理由も分かりますね。よいしょ。まだまだちょっと冬っぽい荒々しい日本海ではありますが、でも綺麗だね。この後はここをずっとまっすぐ北上して、で日本本土最北端を目指したいなと思います。今日はその手前のノシャップ岬で夕日見て車中泊でしょうかね。よし、それじゃあちょっとここで休憩してから行きましょうか。いや外寒かったね。あの気温はそんなに低くないんですけど、風が強かった。じゃあちょっとコーヒーでも飲んで休憩しましょうか。それじゃいただきます。いやしかし今日は本当風強いですね。じゃあ海でも眺めながらコーヒー飲んで、飲み終わったら行きましょうか。さあそれじゃあ稚内まではあとちょっとなので行きましょうか。で今の燃費なんですが、おーすごい、気温が上がってきたということもあって燃費もめちゃくちゃ良くなってますね。300キロ走って 23.6 でございます。トヨタのハイブリッドの本領発揮っていう感じですね。さあではノシャップ岬に行きましょう。ただノシャップ岬はできれば日没の日の入りの時間に行きたいんですよね。まだ1時間半か2時間ぐらい時間があるので、稚内の道の駅によって買い物なんかをしてから行きましょうか。稚内の道の駅に到着いたしました。到着でございます。半年ぶりかなの稚内の駅ですね。この中に道の駅もあります。お、これ前来た時なかったよね。2023年3月5日日没まであと1時間半ぐらいかな。今3時45分です。気温は 6.1 度とめちゃくちゃ暖かいですね。時刻表暗記できそうだね朝と夕方に発車2本ずつ、あとは昼前後にちょっとっていう感じだね。
いや、初めて見るものが売ってました。鹿パン。なんだろうそれ。ちょっと食べてみましょうか。ちなみに味チョコとかクリームとかいろいろありましたね。ああなるほどね。鹿の角だね。鹿の角の形をしたパン、まあ、今川焼きみたいなやつかな。じゃあいただきます。うん、なんかもっちもちだね。うまい。ちょっともちもちした今川焼きですね。おいしいね。では買い物も済んで、そろそろ日も落ちるのでノシャップ岬に行きたいと思います。今日は夕日見えそうだね。いや、ノシャップ岬来るのもかなり久々ですね。おー、夕日綺麗そうだね今日。それではここに車を止めて行ってまいりましょうか。うわー綺麗。いやー今日風強いね。すごい風。夕日が綺麗なことで有名なノシャップ岬でございます。気持ちいいね。まだここ日本最北ではないですよ。日本本土最北は、このさらに北にある宗谷岬でございます。今日はここまでだね。今日はここまでで明日最北に向かいましょう。いやいや、気温は高いんだけど風が強いのでめちゃんこ寒いですね。あそこに見えるのは利尻富士かな。今日はちょっと霞んで見えてますが、綺麗な形の山でございます。じゃあここで太陽が落ちるまで少し待ちましょう。いや今日風が強すぎて三脚で固定して固定しておけないね。太陽は完全に沈んでしまいました。日没でございます。あっちに見えてるのは利尻富士だね。ちょっと雲かかってる感じしますが、割と綺麗に見えてますよね。いやー、ノシャップ岬からの夕日綺麗だね。それではそろそろ行きましょうか。稚内、ノシャップ岬からの夕日でございました。それじゃあこの後はご飯食べて車中泊して、明日の朝一で日本本土最北端の宗谷岬に向かいましょうか。さあそれでは晩ご飯にいたしましょうか。ちょっと暗いね。で今日実はさっきスーパーでフライドポテトと北海道若鶏の塩ザンギを買ったんですよね。これしかもこんな大量に入って500円。安いよね。あ、もうあったかいね。なかなか美味しそうでございます。それじゃあいただきましょう。いただきます。
うん。鶏胸肉のザンギだね。ちょっと甘くて、でも中は柔らかくて美味しいですね。じゃあフライドポテトも温めて食べましょうか。パンちゃんもおやつ食べたいね。よし。温めると美味しい。さあ寝る準備が整いました。今日は早めに寝て、明日の朝日本本土最北端行きましょうか。まあ、ちゃんのお尻が見えてますが、今日はもう寝ましょう。それではおやすみなさい。おはようございます。それではもう4時前かな、今。これから北海道最北端に向かいましょうか。今日もパンちゃんのお尻がありますね。さあ、それでは片付けて出発いたしましょう。今布団片付けようと思って畳んでたんですが、パンちゃんが出てこない。畳んでると中に入ってきちゃうんですよね。眠たいの。パンちゃんおいで。よいしょよいしょ。はいはい。よいしょ。本日の最低気温、朝の気温はプラス4度。いやー、あったかいね。久々に車中泊して窓凍りませんでしたよ。すぐ出発できます。それでは行きましょうか。日本本土最北端まで約30キロでございます。ちょっとセイコーマート寄っておにぎりぐらい買ってきましょうか。軽くおにぎりを食べて宗谷岬行こうかな。買ってまいりました。超でっかいおにぎり鮭でございます。ほっかほか、ほっかほかですね。ほんとでっかいね。それじゃあいただきます。うん、美味しい。ちなみに中には鮭フレークが入ってます。それじゃあお腹も満たされたので行きましょう。そろそろ宗谷岬到着いたします。天候は悪くないですね。日の出まではまだ30分ぐらいあります。あ、ここだ。ついに到着です。では車を止めて、ちょっと日本最北端までちょっと日本本土最北端まで行ってきましょうか。まだ誰もいないね。到着でございます。家を出て約24時間ぐらいでしょうかね。これにてちょっと日本最北端に行ってくる、完了ですね。日本最北端の地、朝日はこっちから出るのかな。いやー、でもここ日本本土最北端じゃないですか。で、半年ぐらい前に日本縦断で日本本土最南端に行ってますが、実際車で走ってみると日本小さいとは言われているもののめちゃくちゃ広いですよ。日本でかいなっていうのを実際に車で走って思いました。
温は低くないんだけど風が強いからめちゃくちゃ寒いね。じゃあちょっと太陽が昇るまで待ちたいと思います。外で日の出待とうと思ったんですが、風が強すぎて三脚は立てれないし、寒いし、で水平線に雲もあるので、ちょっと車内でコーヒーでも飲みながら太陽出てくるの待ちましょうか。いや、ほんと風強すぎてじゃあ舐めたしょカメラね。さあそれじゃあいただきます。いや、しかし風すごいね。今まで車中泊した中で今日が一番強風ですね。車も揺れてるもんね。さあそろそろ日の出の時間です。じゃあ行ってきましょうか。日本本土最北の地からの日の出でございます。ちょっとだけ雲の隙間から太陽が見えておりますね。すごい分かりづらいですけどね。風が強いので雲の移動もとても早いですね。隙間からちらちら太陽が見えております。海を見てもらったら分かると思うんですけど、この低い位置でも風が強いのが分かりますよね。お、太陽が雲の上に来たね。くっきり太陽が見えます。というわけで今回のちょっと日本本土最北端まで行ってくる、これにて終了でございます。今回の動画はここまでにいたしましょうか。それではまた次回の動画をお楽しみ。次回はどこの端っこに行きましょうかね